音は出てるということで、ヘッドホンを外させていただきます。はい、おはようございます。今日は8月の19日月曜日でございます。今日はですね、 YouTube ということも私は毎日ライブ配信を行っているということで、楽しい時間なんですけどね、私にとって楽しい時間です。だけれども、ここまでに至るまでには紆余曲折がございました。映像っていうのはカメラで撮って、それを編集して、こう YouTube なり Facebook なりに流すという所作なんですけれども、今私がやってるのはこれはライブ配信といって、リアルタイムで、この8月19日の今時間は10時35分ですけれども、これでこう流しておるんですけれども、いろいろあるわけですよね。映像の種類、カテゴリーとでも言うんでしょうかね。で、私が入っているのは小学校や幼稚園の生徒さんを撮る舞台で、学芸会なんかの舞台で撮影して、で DVD にして、その DVD のパッケージを皆さん方に売ると、まあ2000円とか3000円とかですね。で、その世界のグループに入って勉強したということなんですが、一番最初はですね、今朝も感じているんですけれども、八王子映像祭りとかいう、これですね、大和映像サロンということで、創立55年経ってるということで、長い歴史を誇っておりますよね。で、私もこういう形で、映像はスタートいたしました。っていうのは、こちらのカメラで、これですけれども、このカメラで撮影して、それを編集して DVD にして皆さん方にお見せするという流れを取ったわけですね。今でもこのカメラ映りますよ。だけど、もう HD から、まあ、これはフル HD までなんですよ。1920×1080 の映像なんですけれども、私がスタートしたのは8ミリを得意としている先輩たちが多くいたクラブなんですけれども、そのクラブで私も大和映像さんと同じような動画を作って、その動画を皆様方に見てもらうというのが一番最初です。そこでいろいろとたくさん、これは大和の映像ですけれども、新宿とかあるいは船橋とか、そういうところにもその映像クラブがあったんですね。で、私は八王子映像というところに在籍していましたんで、そこで映像作りを一生懸命習って、起承転結とかそういったこととか、カメラで撮るフルショット、寄りと引き、アップですね、アップ、ミディアム、ロングという、そういう撮り方を学んだわけですけれども、でもそれだけじゃ私飽き足らなかったですね。それで映像化して、コンテストなんかにも応募しました。で、コンテストでもって評価されればいいんじゃないかなと私は思いましたよ、それはね。だけど、そのレベルじゃなくして、いろいろ編集ソフトもありましたしね。で、私一番最初にやったのがプレミアプロっていうソフトなんですけれども、これもどん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 バージョンアップを重ねていって、どん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 進化していって、 CS6 というところでもうそういうパッケージ売りはやらなくなって、あとはサブスクリプションになっちゃったんですよね。で、そういう編集ソフトの話も、その後ダヴィンチが出てきたり、ファイナルカットプロとかいうのも、それ全部私一通りやりましたから、その編集ソフトを使って、それで幼稚園とか小学校でもってビデオを撮る人たちの、まあ、グループ、ビデオなビジネットというところに入りまして、まあ、日本映像制作者協会というところなんですけどね。で、そこで、勉強させてもらったことは、今度はね、非常に撮り方、カメラの撮り方とか、失敗しない方法とか、だから今でも皆さん方話してますよ、この SD カード、SD カードが転送速度がどうであるとか、これですね、これ SD カードですからね。で、SD カードでもって撮るということで、まあ、この SD カードっていうもの、
なくしては江戸っていうのはダメだなと思ったんですよね。だけど今はこの SD カードだけじゃないんですよ。 SSD っていうのが出てきましたんでね。で SSD でも私これ録画しております。 SSD2 台使ってそのビデオアシストの方の録画と、そして ATEM Mini Pro ISO の方の録画も SSD、私 SSD は3台持ってますから、この3台をうまく使い分けて録画をしておるということですね。何が言いたいかということなんですけれども、これ広いんですよ。映像を作っていくという世界は編集もそうですし、カメラもそうですし、そして、照明もそうですよね。私今日はあのピンクの映像でこう撮ってますけれども、こういう後ろがグリーンバックですから、こう抜けてくるわけですよね。グリーンバックを前にした映像はここにマイクがありますけれども、でマイクとカメラを並べて、上には YouTube というロゴが出ております。でこれでもって映像を作っていくと、これも一つの映像作りなんですよね。グリーンバックを利用した映像とか、クレーンを使って全体の流れをクレーンで撮るとか、あるいは大きなグリーンバックのところでもって映像を撮ると、後ろは抜けちゃいますんで、後ろが海であれ山であれ、どんなところでもその映像を変えることができるわけですね。でそういった映像の面白さっていうものが幅広いということで、一番最初はこの DVD を作って、 DVD よりもブルーレイで、ブルーレイ DVD よりは小さいですかね、 4.7 ギガですか。だけどブルーレイだと23ギガ24ギガくらいまで取れますから、データ量が多くなって保存できますんで、ブルーレイの方が映像はきれいにできます。フル HD もあるいは 4K の映像もそれで取り込めば、それなりの美しさが出てきますんでね。でそういったことなんかも一つの勉強ですよね。DVD がどうなのかとか、ブルーレイディスクがどうなのかとか、その焼き方がどうなのかとか、いろいろ奥が深いわけですよね。プログラムを組んで、作品別に大概こういう映像祭をやるときはプログラム1本のデータにして、それをこう切っていくわけですね。1番目2番目3番目ということで、それも最初のうちは一本のやつでプレイヤーを止めて停止して次の人のっていうことをやってた時代があったんですよね。そうするとテープを止めるのもちょっと手間取っちゃうと、次の人の作品がこう映っちゃうとかいうことで、でそういう映像の映し方ということも一つの勉強だったわけですよ。ただ単にその作品を作って起承転結が優れていて、それでストーリーが素晴らしいストーリーである、 人々に感動を与えることのできるストーリーということを作りを試みたんですけれども、だけれどやっぱりそれは私くしの作品を上映された時に、その先に行っちゃってて巻き戻したのはこの随分前の人の作品が映ってっていう、やっぱり映像事故ですよね。それは事故で、その人が何がいいとか悪いことはないんですけれども、それを操作する人が不慣れなためにそういう現象になったわけですけど、だけどその後は、そういう流したり何かするっていうことをしなくなりましたよね。っていうのはチャプターっていうんですか、チャプターで区切っていけば、その人の作品が終わったらもう止まるということになって、その次の人のチャプターを展開すれば、いや初めからスタートしてと。でそういう映像の知識というのもだんだん分かってきたわけですね。そうなってくると配信をするとか、あるいはPTZ というカメラも出てきたわけですよ。どんどん進化していくわけですよ、カメラも。で PTZ パンチルとズームという1台で機械が勝手にしてくれるというプログラムを組んで、それをこの人にターゲットを与えて、その姿を追っていくということも映像では今日ではできますからね。だけどそういうのはどんどん映像の進化なんですよ。で、
今そのビデオなビズネットで話題になってるのは、この SD カードの転送速度がカメラと実際の映像化した時、 DVD な DVD にするためのプロセス上で、編集ですね、編集のプロセス上でそのスピードがどうなのかっていうのは、現代の人たちはこのカメラを何台も使ってますから、3台だったら3台をマルチカムで、よりと引きというようなこともカメラでこうやること、昔はカメラ1台でしたから、1台でもうパンチると引きというステップを踏まなくちゃならなかったんですけど、今日は非常にリッチになってきましたんで、1枚 DVD で3000円のものを作るとしてもカメラ3台用意するとかいうのはちょっと簡単なことでございますんで、でそういった複合的な知識というものが求められてきたわけですよね。まあそれを純粋に映像作りだけでやってる人もいますけどもね、起承転結で、それも OK です、それもありです。私の師匠はそういったことは言ってました。カメラも大きなカメラ使ってる人も OK よと、小さいカメラで撮ったから大きなカメラで撮ったからっていうその差はないですよと、映るのはみんな一緒ですからね。でそういう考えが、幅広い考え方で、うちの師匠はそういう結婚式まで撮ってましたんでね、結婚式の映像なんかもですから、新郎新婦の絵をいかにこう見栄えのある映像にするかということが主な展開方法だったわけですよね。だけれど今日ではいろんなカメラでもって焦点を当てて、要素を、料理であるなら料理の方、この料理人の包丁さばきであるなら包丁さばきの絵を、それを組み合わせなんですよね、組み合わせて視聴者に分かりやすく仕上げていくという産業でございますんで、単に映像だけ起承転結だけがすごい素晴らしいからといってもそれはあれなんですよね。やっぱりアップも必要ですし、引きのロングも必要です。それから人のこの上半身だけか顔だけかアップにしてそれが撮れるかっていうような幅広い知識というものが要求されるようになったと。それは当然なんですよね。テロップを出すにしてもそのテロップの出し方ももう昔と今は全然違いますからね。昔はフィルムの時代で切った旗をしてそういう表現を作ったんですけど、トランジションだってそうですよね。ディゾルブを加えてブワーってやるって言いましたかね。ディゾルブと私たちは呼んでますが、オーバーラップと言いましたかね。オーバーラップでもってシーンとシーンをつないでいくやり方、それなんかもこう山消えていく登っていくっていうのは細工して作ったわけですけど、そういうのは今はもうディゾルブっていうものをエフェクトをこうタイムライン上で A と B のクリップの真ん中にこう持ってくればそれはかかってしまいますからね。でそういう昔の人たちのそのオーバーラップとかいうこと、あるいは昔難儀をしてたものが今は編集ソフトプレミアプロとかいうサブスクリプションって言われますよね。毎月こうお金払ってそれを使っていくという。あとやっぱり私はパソコンが好きだったんですよね。でパソコンで、そういう知識、5年経つと次の新しいやつが出てきて CPU という速さでもって展開できると。だから昔のマシンだと 4K のデータ量が大きいやつを動かすってことはまず不可能なんですよね。だから常に新しいマシンを持って映像を作っていかないと今の時代では追いつかなくなったということなんですよね。談義は楽しいんですけれども、なんといっても3日目ですかね。でこれが私の今現在テーブルなんですけれども、ここにこれですね、私のテーブルの上には A2Me Pro ISO というスイッチャーがありまして、このスイッチャーをこう駆使しながら
マルチの画面を出したり、今マルチの画面で出しておりますけれども、これをシングルにしたりということで、絵をですね、楽しい絵を作りながら、もう生のままでライブ配信をしているという作業を楽しんでおります。まあ、これで例えばですね、こちらのこれをこうっていくと映りますかね。マルチにして、オンエアっていうのはちょっと見えるかとは思うんですけども、このマルチを消しまして、このカメラになってますね。4カメですね。これでオンエアという形で流しておるということでございます。長い話になりましたかね。今日は映像談義ということで、私は今日のライブ配信を展開させていただきました。時間的には22分も経過してますね。それではこの辺で私の8月19日のイソミリヘイのライブ配信、もしよろしかったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。こういうことを続けていくには、チャンネル登録者が増えていくということがもう一番の励みでございますので、ぜひ、チャンネル登録をして私の映像を見てくださるようお願いいたします。頑張って、シニアですけれども若い者には負けない知識でもってトライしていきたいと思います。それでは今日はこれでどうでしょうか。反応ないですね。反応がない。ありましたかね。それではここで FTP で終了いたします。